はい、それでは星のカービィ20周年スペシャルコレクション収録のカービィコレクションから星のカービィ初代遊んでいきましょう。ゲームボーイの頃ですもんね。おお、始まったぞ。いいね、時代を感じるな。そうか、そうだよな、これが初代だから、これがちょうど今から30年前なんだよな。歴史を感じるな。でもなんかもう見た目のデザインとかすごい出来上がってる感じするよね。グリーングリーンズ行きましょう。ちょっと待ってね、コントローラーがあれ、 Wii のバーチャルコンソールでできるスーパーファミコン用のコントローラーを使っているからいろいろと慣れてないけど、こんな感じだね。うわー、ん？あ、これ上じゃないと飛べないのか。ふっ、どんどん行ってやろうじゃないか。でもなんだかんだ誰かがやっているやつは結構見たような記憶があるから、さささっとクリアできるといいなぁ。そう。で、これ、カービィといえばで、もう今では代名詞的になっているコピー能力はこの頃はないんですよね。なので、吸っては吐いてを繰り返していくと。でもこのワープスターに乗って次の場所へ向かうっていうのは、もう昔からあるんだよね。なんかこの頃からシステムほとんど変わってないのに、面白いゲームとして成立してるって普通にすごいな。くれー。あと一発か。うれー。ドキャーン。もうこの頃からのキャラクターがずっとお馴染みでいるっていうのもすごいしな。ワドルディー。このワドルディーとワドルドゥーっていう目ん玉だけのやつが、同じグラフィックの半分を使い回しているみたいな裏話もあったような気が。ぐらい。あの、ハニワみたいなやつ、結局名前なんて言うんだったかな。あの、ハニワみたいなやつが、あれ、こいつですね。こいつが、アニメで、なんか、街の人たちになってたんだよね。だからもう、なんか、今すぐにでも喋り出しそうっていうイメージしかない。ここなんかあったっけ？何もない。まあ、誰かがやってるのを見たことがあるとはいえ、一応初見だからな。お、マキシマムトマト。飛んで飛んでー。ワドさん。なんか隠し要素があったりするんですか？あれ、あんまないな。シンプルでいろいろ簡単に遊べる系のゲームではあるんだけど、なんか細かいところに隠し要素があったりするんだけど、初代はあんまりないのかな。待って。この微妙に、普通のジャンプでは届かないんだな。おう、当たる。上行けないかな？ダメでした。お、あれ、もう来るんだったっけ？早ーい。こいつも恒例となっている。ウィスピーウッズさんですね。口じゃないと通らないんだったかな？顔は全部通るのか。お、やめて。はっ。ポコポコポコ。くれな。リンゴ？ドン。おじゃい。そして謎の分裂。いい、やったね。でもこの頃はあんまり表情ないな。おはと思ったけど結構豊かな表情。よいしょ。お、マイク！これは？ん？あれ？ダメか。違うか。なんかマイクで一掃できるのかと思いきや。それも、おーい、この時点ではないんだな。ん？え？とか。なんか爆発したけど。なんかあるのかな？お面はダメか。おーい、ちょ、お前、スーパーマリオ USA にいたやつやん。あれ、これって、そっちが先なんだったっけ？迷路かよ。迷路は一番苦手なやつなんだぜ。お、ミイラのやつだ。こいつ64にもいたよな。こんな頃からいるんだ。これ、よし。
なるほどね。ぶつけて攻撃ができるんだな。アテナ忘れないな。一体どうすればいいんだ。さあ、スターによって。お、これでいいのか。なんかいるし。こいつは、あれか。ポポとララのポポだったっけ？暗い。なんかアニメのカービィで、いろいろ、デデデに、大変な目に遭わされていたやつっていうイメージしかないんだけどな。お、これでいいのか。先に進めるね。くれー、ほらここは特に何もないかな。あー、これハテナになんかぶつけたらよかったかな。よー、おい、ビビビビ。あー、やめてやめてやめて、ちょ、くれすぎではないか。結構、リミック豊富なのね、これ。ん？こっちいいのかな？フライド。バン。お、空気砲が結構遠くまで届く。体力。どこ行ったらいいんだ、これは。あー、危ねえ。結構迷うな。お、これでいいのかな？謎のお化けを踏み越えていけ。ん？おー、そうか、これで二人いるのか。はい、いただき。よいしょ。これの、なんかリボンついてる方が、あれ？ロールだったっけな。うー、危ない。なんか、ポポとロールだったか、そんな感じの名前なんだよね。オッケー。やったね。謎の分裂を経て、ステージ3。ウィンウィン。この頃にもうなんかカービィのキャラ付けはほぼか、なんか定まってる感じがするな。爆弾、これなんだろう。おー、なるほどね。こういうことになってたか。ワドルドゥアニメだとワドルドゥが隊長ってイメージあるけど、最近はもうワドルディの方が隊長ってイメージあるな。ワドルドゥは悪いやつで、ワドルディはなんか可愛いやつみたいな。イカが飛んでる。感じなのかもしれない。あ、なるほど、吐き出せばよかったんか。さっきは飲み込んじゃったからダメだったわけね。これは通り過ぎると、降ってくると。いうわけだね。よいしょ。怖い。これ、うわ。このモアイも、謎が多い存在だな。あれ？ピチッと。これは、まさか、処理打ちで見えなくなっているだけ。昔のゲームを、今の機器で遊ぼうとすると、怒ってしまうあるあるみたいなやつか。これなんだ？あ、いやいやいや。なんもないね。おー、なんかすごい。お風呂で遊ぶ系のおもちゃにこういう、見た目のやつありそう。このモアイ様もアニメだとなんか大事な役どころだったよな。呼びかけに応えてワープスターを派遣してくれるなんか派遣会社の取締りみたいな感じの立ち位置だったけど、ワープスター、ん？これ入れない？でかい扉かと思ったら違うのか。違った。マキシマムトマトを置くだけの空間らしい。本当かな？こっちが正解？いけそうだね。入れましょう。カレーだ。お、あちゃちー、あちゃちー。おー、なるほど。こういうことか。ほらー。ほらー。
カレーマン。カレーアタックだ。カレーアタックだ。おい、キャップがある。水に入って、元に戻っちゃった。なんか初代ってさ、コピー能力がないから、すごい地味って言ったらあれだけど、なんだろうな。もうちょっとこの吸い込みと吐き出ししかないのかと思ってたんだけど、なんかいろいろこういうギミックがあったんだな。キュポン？あー！謎のクジラ。ん？これは？おー、そういうことか。突然始まる。ピカピカ、アクションゲーム。別しろ別しろ。突然始まるシューティングゲームは昔のゲームあるある。にゃー。なんというか、任天堂のゲームだと結構あるあるなイメージがあるな、これ。最近のゲームはな、もう、突然別のゲーム始まるんじゃないよ、みたいな感じに言われそうだけど。いや、そんなことより、ボス戦だけはシューティングゲームになるんだよ、みたいな。コピーがめっちゃ置いてる。なんかそういう、固い意志のもと、取り行われているのかと思うぐらい、なんか本当に突然、別のジャンルのゲーム始まったりするからな。ガーッ、危ねえ。あー、スカフィー、君はスカフィーだったっけ？うえぇ、爆発するんだったっけ？そんな危険な、宿命を背負ったやつだったっけ、こいつ。ベーン。おう、スコアがいい感じだ。9999。わあ。パラソル。このパラソルも後の作品で、まさかコピー能力になるとはって感じやろうけどな。めっちゃ浮いてる。お、騒ぎぶりじゃん。ください。意外と有名なやつは名前覚えてたりするよね。このパタパタ浮いてるやつもな、常連だからな、結構名前有名なはずなんだけど、ちょっと思い出せないな。オープンで。お邪魔しました。どんどん行くよ。まだまだね、6作品あるからね。パパッと言ってやろうじゃないの。これはちょっと水が溜まってるな。わー、すげえ。え？おー！なんかあるかもと思ったら、ちゃんとなんかある。なんかあるかもと思った時、ちゃんと何かがあるっていうのはいいゲームだよな。ビビビン、こんなんあるんだな。見たことあるとは言ってもな。なんか大体、効率のいいプレイをしましたみたいな動画ばっかりだからな。こういう隅々まで遊んでますみたいなやつはあんまり知らないんだよね。おーい、ちょ。君はクラッコーかん、クラッコーくんかい？くれ！あ、痛いよ。なんとなく、キングクルールを思い出す感じの動きをしてくるな。目玉つながりなんだな。あぶね！いやでもこれ左下もしかしてアンチか？パカ？あれ？終わったぞ。あいつはまだ本番ではないのか。あの、謎の丸いのをまとっているときは、そんなに怖くないって感じなのかな？行くぞー。トゥ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 ン。はい、これーこれ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 。上か？こんな焼き芋が、便利な仕組みになってたんだな。マキシマもはいいかな。カービィも妹とゆかりのあるキャラクターだったんだね。ん？これは、さすがにないよな。ちょっと怖いな。もしかしたらあるのかもしれないけど、何の情報もなく突然ゲームオーバーになるのは嫌だな。カレーライス。おー！地上を走りながら、地上を走りながら、いろいろできるやつだぜ。これは穴落ちちゃいけないパターンだと思うんだけど。
そんな火炎放射に夢中で落っこちてしまうパターンか。これ多分上から降ってくる星もダメなんだよな。当たっちゃいけない系だと思うので、これを避けながら、えあれ、でも食らってないな。飾りか、あの星は。あぶねえ。これで OK かな。ん、え、これは一体こっから入れたりしないかな。違うか。え、右側がすっげえ怪しいけど。もしかしたらうまいことカレーを残していったら、微妙に壊せる場所があったりしたかな。なんかいる。これ上の方なんかなかったかな。ん、ああ、これか。痛い。え、ああ、降りられる。この月入れるんじゃなかったっけ。なんかここにしか月ないじゃん。めっちゃ怪しいよね。入れたー。これなんだろう。イチャップとかあるのかな。あー、あー、イチャップあるじゃん。待って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 、行かないで。オッケー。マキシマムはそうでもない。おお、出た。ボスだな。ボス。クラッコ。危ない危ない。危ない危ない危ない。ちょっと。吐き出す位置が悪いよ。よし。クレーンアップ。ペロ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 。来るか？まだ来ないな。結構ゆったりめだね。早く来なさいよ。おい、ちょ。来るのが早いよ。もう少しじっくりと待ってくれないか。さあ、来なさいよ。来なさいよ。あ、ふっ。危ない。危ない。オッケー。同じ手は、二度は食わんぞ。お、ビームを使っていく。ここだ。危ねえ。はい、吸い込んで。吸えない。あー、行っちゃった。待って、危ねえって。おっと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 。結構ガッツリ移動するな。やばい、おー、右端アンチか。いけるぞ。大丈夫。来なさい。あー、待ってってば、危ねえ。ワドルディを出しなさい。早くワドルディを出しなさいよ。オッケー、くれ。やったぜ。意外と強いな。なかなかの強敵だったね。